どうも、野球バカのひなたです。ということでね、今日のカープとベイスターズの大事な6連戦の挑戦、カープ負けました。もう、あと一歩が出んかった。そういう試合でした。さあ、早速ね、振り返っていきましょう。今日のカープの先発は、クリ・アレンでしたね。で、そのクリが4回まで1失点に抑えて迎えた5回の表。先頭の伊能にヒット。で、1番の梶谷にフォアボールを耐えて、ノーアウトランナー1塁2塁。で、上里倒れて、ワンアウトランナー1塁2塁と、ランナー入れ替わって、バッターボックスは3番の宮崎。ワンボールから2球目、真ん中高め、甘く入ったストレート、パチャーンとね、右中間エンタイトル2ベースで、これタイムリー。これで、2対0。で、さらにその後、菊池のフィルダースチョイスとレフトの犠牲フライで、2点を献上して、5回、被安打7、四死球1の4失点でマウンドを降りました。まあ、2回の3連打で1点っていうのはもうしょうがなかったけど、やっぱりこの5回はね、本人も悔いが残るんじゃないかなと思いますね。まあ、先頭、伊能にラッキーヒット打たれたのは、まあ、しょうがないとして、その後の上里にフォアボール与えたところ、そこでなかなか状況が厳しくなっていったよね。で、打線の方は、6回の裏、先頭の張さん、レフト線2ベース。で、次の聖夜の打球を、ショート、エラーして、それ聖夜出塁、ノーアウトランナー、1塁2塁とね、チャンスを作りました。ただ、5番の松山、変化球で三振。6番の翼も変化球で三振。わぁ!コップが!変化球で三振。で、次の翼も、打ち取られて、ノーアウトランナー1、2塁から1点も取れませんでした。いやー、ここら辺で1点取ってれば、もうゲームはね、変わっていったと思うけどね。まあ、たられば良くないんだけど。悔しい、そういうイニングだったな。で、ただ、7回。先頭のコウスケフォアボール。で、次、ピレラがライトフライ。で、その後の龍馬が、ツーベースヒットで、ワンアウトランナー、二塁三塁のチャンスを作ります。ここでバッターは、前の打席まで16打数無安打だった、戸林。ワンボールワンストライクからインコースのストレートうまく肘畳んでセンターの前に持っていって2点タイムリーヒットを出ました。16打席ぶりのヒット。まあ、あれは調子いい時の堂林のバッティングだったね。インコースのストレート、まあ、これを機にね、明日からも堂林は働いてほしい、いい活躍してほしいなと思います。で、その後張さん、聖夜と続いてワンアウトランナー満塁からまっちゃんのセカンドゴロの間にもう1点追加して4対3。1点差まで追い上げました、この回。で、イニングが続いて8回、先頭の菊池がフォアボールで、コウスケ送りバントでワンアウト2塁の同点のチャンスを作ります。で、バッターボックスはピンチヒッターの磯村、三振。で、その後2アウト2塁からバッターは龍馬、これも三振とね、チャンスであと1点、あと1本が出なかったカープ。9回もワンアウトから張さんがフォアボールで出るも、聖夜がゲッツーで試合終了というね、今日のゲームでした。本当にあと1本だったね。もうどっかしらのチャンスでもう1本出てればっていう、まあ、そういう試合でした。で、今日のポジティブポイント。わー、やっぱり中杉ピッチャーですね。6回を投げた菊池康則。7回投げた中田蓮、8回投げた島内と9回投げた矢蓋。まあ、矢蓋以外の3人は、打者3人でね、ピシッと三者凡退に抑えていたんで、まあそういうところでね、打撃の方も本当に逆転して惜しかったんだけど、まああと1点が遠かったですね。まあでもこういう中継ぎがしっかりと抑えた後に、カープ打者陣が逆転するっていうのが強い時の逆転のカープだったから、まあ次からもね、中継ぎはピシッと抑えてしまったゲームしてほしいなと思います。で、もう一つは張さん、張の久々し夏男ですね。今日4打数の3安打でフォアボール1つというね、もう大車輪の活躍で、まあ、これで張さんは4試合連続の1投ということになりました。まあ夏もね、暑くてまだまだ続くところで、このベテラン長野久義の活躍が明日からも期待できますね。
で、明日の先発カープはユウスケ。前回のドラゴンズ戦では3回3分の2、被安打7の3失点というね、ノックアウトされたゲームだったから、まあ、次はね、修正して、今季初登板となるベイスターズ戦でね、いいピッチングしてほしいなと思います。まあ、ユウスケはベイスターズ戦もともと相性はいいから、そこら辺もね、明日は楽しみだなと思いますね。で、一方、ベイスターズは、浜口、ですね、8試合投げて、3勝2敗、防御率 4.03 と。まあ、この浜口もね、そんなめちゃめちゃ抑えてるっていうわけではない今シーズンなんで、打撃陣は、早々と得点してあげて、ゆうちゃんを楽にしてあげたいですね。そういう試合が、ファンとしても見たいところです。はい、ということでね、明日は試合開始から、ライブができそうなので、皆さん、ぜひ見に来てくださいね。はい、ということで、今回この辺で、やっぱり言って、いいもんだ。バイバイ。